本番まで、あと少し。緊張する。もう来てるのかな？え？震えてる？うわ、ほんとだ。気づかなかった。心配させてごめんね。大丈夫だよ。実は、小さい頃お世話になったピアノの先生が、ステージを見に来るらしいの。知ってる人が客席にいるって思うと、なんだか余計にドキドキしちゃって。でも先生がいるからって、ううん、先生がいるからこそかっこ悪い姿は見せられないよね。すごく緊張してるけど、同じくらい今からステージに上がるのが楽しみでもあるの。アクアのみんなと一緒に輝く姿を先生に見てもらいたい。素敵な仲間と出会って、私が今、幸せだってことを伝えたい。そのために…あれ？震えが止まったみたい。ドキドキも収まってる。あなたと話したおかげかな。話を聞いてくれてありがとう。もう行かなきゃ。最高の歌があなたに、先生にも届くように、頑張ってくるね。